そうですね。だからスピリチュアルを扱うがゆえに、やっぱり現実っていう部分をきちんと捉えていかないと、やっぱりどんなにいいメッセージ来ても、やっぱりそれを日常の中に生かすことができないですもんね。そうなんですよ。そこがすごく先生とやっててよかったなって思うことなんですよね。やっぱりどっぷりスピリチュアルにはまっちゃうと、日常生活ちょっと歪んじゃうんですよね。なるほど、歪んだの。初期の頃ですよね。本当にどっぷりスピリチュアル入ってる時は、やっぱりちょっとみんなと目線が違うというか、日常生活からずれちゃってるとか、でも本人一生懸命やってますから、気がついてないっていうか、ね、ついてカウンセリングやったら、今度は、スピリチュアルなしで、心理、心の問題とかっていうことに偏っちゃうので、そういう意味では私は両方経験させてもらって、で、その中庸を行く、社長先生に出会わせてもらったのかなっては思うんですけど、